3m とかだと思うんだけどな、これブリでかかったりして、それすら知らないですからね。あ、小さいね、だいぶ これ見たらでかくないでしょ、わかるね。うん、あの多分 TC のやつと同じぐらいなのかな。まあ、今日は福ちゃんがおらんけ、大きい声で出すのがおらんけ大丈夫じゃろ静かにね、静かに。なんかね、なんとかのコソ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 喋るやつ、あのん、あのなんていうかね、AMR じゃなくてなんかあるじゃん、ささやき声でこう喋るやつ、立体音響みたいなやつで。千葉吉兆の狼、なんだそれなんで千葉吉兆の狼意味わかん、伝説のささやき会見あったねえ、今日はですね、ユニジアのヘキサタープを張ってみました。いつものようにフィールドアのポールがあって、両方ですね、両方にフィールドアのポールがあって、その横、これもね確かユニジアのポールだったと思います。でこんな感じでやっております。やっぱこのラックはね、買ってよかったなって感じがしますね。こういう小物が整理できるのがでかい。これ何本ぐらいするもんなんですか？これ？うん。これスノーピークだったらえらい高い。これはノーブランド的な。ね、これがどこだったっけ？あれ？ムーンなんとかですか？違う。ああ、ユージャックだこれ。おえ、ユージャックだと結構いい値段するんじゃないですか。いや、これはスノーピークの3分の1ぐらいだったかな、値段が。3,4,000 とか、うん、だったような気がする。もうちょっと下かもしれない。これ一番最初頃に買ったけ、覚えてないよね。なるほど。この辺についちゃったゴムのやつらがみんなどっか飛んでたかわけわからない良いですね。良き良きランタンは持ってきてないやろ今日ね。俺1個だけ持ってきたんですよ。 あと今日の夜これですよね。使えりゃいいんだけどな。いける。あー、微妙に雲が出ちゃうの。多分大丈夫と思うけどね夜寒いんかいね。メッシュじゃ寒いかな。ちょっと寒いかもしれないですよ今日も、ね、冬用の寝袋だしまだ、うん、俺も冬用持ってきました、ね、絶対夜寒いねって。この間氷だからねそんな寒かった。昼間はなんぼ暖かくてもね。そう、夜が怖えね、山はね。え、山を舐めるなよって。掘った手を舐めるなよって力屋だそうそう、この後ろのハッチを開けようと思ったらここにつけれる蚊帳もあるじゃないですか。ある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 。だけどそれよりかはこの車の中自体につけられるインナーテントがあったらいいなと思って。なんかどっか蚊帳メーカーさんが作ってくれそうだけどね。なんかそんな難しいもんじゃなさそうですよね。なんかね、あの蚊帳って昔から日本にあるもんだっけ。うん、でなんかくっつけるのもね、なんだったらマグネットとかでいいだろうし。そう。いいな、うん、いいなテントね。だけこれに入るぐらいのちょうどね。そうですね。蚊帳で作っちゃうやつ、ね。うん。でさっきのこの横のやつで伸びるじゃないですか。うん、伸びるね。伸びるやつだったら、まあ、例えばこのベッドキットのこの大きさで作ったとしても、うん、ベッドキットがない場合も下から上にこうマグネットでこう伸ばしてやるぐらいは全然できるじゃないですか。多分伸縮性があるから、うん、どっか作ってくんないかなとかねえ、どっかお話があれば僕は協力しますのでぜひぜひどうしよう、望遠鏡を置くのに荷物を、モニターを置くのにどうしたらいい。テーブルもう一個。あ、ね、もう一個ちっちゃいやつありますよ。あ、それを借りようか。そうしたら、はい、はい、うん、こんなんでいいですか。あ、ええ、全然。テーブルっていうのもね、なかなか難しいですよね。いろんなサイズがあるし、ね、うん、高さもあるし。もう一個持ってこうと思ったんだけどね、なかなかね。ちなみにね、ダイソーがやってるね、
これなんか300円ショップみたいなのがあるんですよ、うん、そこで売ってたやつです。これ、はい、700円ぐらいだったかな。なんなら DVD も見れるで、全部持ってきた DVD、 ブルーレイも見れるもんですか、こりゃなわけねえだろなわけねえだろ。今流行りの VR ってやつですか。いやいや、 VR はどうなんかちょっと一回見てみたいけど、 ですけど ね、うん、ワオっていう感じなんかな、どうなんだろう。 DVD ちなみに何か持ってきてるんですか。何があったっけ、アニメ系。アニメはね、ないかな。あとあれ、インターステラーがある。あ、インターステラーか。インターステラーただ長いんですよね。長えね。すげえ。ユニジアタープのあの TC のやつで色違いですわ、俺と。お、俺のあのサンドカーキみたいなやつだったけど、うん、下のやつはグリーンですね。お、好みが分かれるか面白いじゃないけどね。そうですね。ユニジアもちょっと来てるんですかね、今。まあ聞くメーカーよね。聞くようになってみました。うん、あのアマゾンとか出ても出てくるよね、検索に。うーん、いやー、昨日しこたま飲んだから向かい酒しないと元気が出ないですね。そりゃそうだろ。うん、どっちから行こうかな。やっぱコーク杯かないきなりコーク杯行くのいや、飲めないお酒を飲んで酔いつぶれましょう飲めないってなってみたいけどな。まあね、絶対飲むよね、うん、飲めてしまうから。じゃあ、じゃあいただきます。いただきます。乾杯。ああ、うまっ。いいっすね。今日はうまいね。この間は寒いからうまいかもしれないよね飲みながら天体望遠鏡の説明でもしとこうか。そうですね。モニターはなくてもええやん、これだけありゃ。スマホで本当は見れると。ただみんなに見せようと思ったら、あ、画面がちっちゃすぎるってことですね。ちっちゃすぎる、うん。ポータブル電源は要はそのこれに電源供給するためにあるってことですね。でこれは Wi-Fi でつなげられるから。おお、あれとつながるわけですね。 50m までは飛ばせれる系まあ天体望遠鏡っていうと、まあなんか想像するのが星をすごく近くで見たいとか、うん、あのなるべく大きく見たいみたいなことだけど、まあ、あの望遠鏡はちょっと違うと。あの望遠鏡でもいろんな種類があって、うん、どちらかというと星を、一つの星を大きく見たいとかじゃなくて、まあ、天体をね、あの銀河とか星雲とか、うんうん、を見るための望遠鏡ってことですよね。そうそうそう、土星とかも見れんこともないんだけど、あ、ちょっと用途としては違うっていうか、まあ、ディープスカイを見るんだったらこっちやらね。何かのポルターガイストじゃん。ジオンじゃジオンじゃ、どのやつやったっけ。ジオンあれですよ、カヤコの方ですよ。んカヤコ、家自体が呪われてるというか。で、トシオくんとカヤコがいて、ああ、はいはい、まあ、一番明るいのは貞子か。世界的にも有名なのは。そう、ね、ブリコイっていうんだよね、外国人が見たら。ああ、ジャパニーズホラーで、うん、うん、アメリカの方はあるじゃん、ビャーってやって、ダーってやって、最後はあのドカーンで終わりみたいな。そうですね、なんかエクソシストとかは違うけど、あのもう最後は核ミサイル撃って終わりみたいなバタリアン、それバタリアンこういうこともあろうかと思ってね、抹茶塩持ってきてますから。お、やっぱ天ぷらは抹茶塩ですよ。ほんま、ああ、大体出てくるね、抹茶塩、ね、うん。あ、これ天ぷら揚げて食いたいな、この。あそこでイワシとか売っちゃったらいいやん。それこそあの中華鍋があるんで、うん、ああできるね、油でね、天ぷら。あの分なら深いからね、うん、ちょっと贅沢にごま油とかでやったらうまいでしょうね。うまいね、うん、揚げたてね、こうしなりしちゃうやつにやっても美味しくないっけね。そうですね。やっぱ揚げたては塩かな。塩でしょ。塩、天つゆじゃないでしょ揚げたてはね。あ、揚げ、あ、そうそう、揚げたては、うん、だからたまに天ぷら、熱々てっちゃんって天ぷら知ってます、うんうん、ああいうとことか、あのどっか溶けて天ぷら屋さんとか行くとつゆも出てくるんだけど、熱々のやつはやっぱりうまくないんですよ、つゆ。まあ好き好きよね、あれ。俺もどっちも好きじゃけ、うん、まあでも揚げたてのすぐはやっぱ塩で食べたいかな。なんか大体天つゆがね負けるんですよ、うん、あとね、ラーメン二郎の YouTube で動画見たんですよ。すぐ作れる二郎ラーメンとか、なんか揚げちゃう人おったね。そうなんですよ。だからあれも今度キャンプ場で作ってみたいなと思って。やってみる、ラーメンイベントやった時になんかやったら面白いかもな。ああ、
はい、借りました。じゃあそのバトラックスでお願いします。バトラックス。いや、よう乾いてるね、これ音がねえ。これはよう思いますよ、多分、ね。油の香ばしい香りが香らせていきますんで香らせる。最近の子ってセイントセイヤなんで知らんじゃろうね。セイントセイヤ分かんないでしょうねでまたあれとかやっぱリメイクとかされるようなもんじゃないですもんね。ないね、あれリメイクされても良さそうですけど ね、 ねえ、ないよね、そういえば。なんか漫画じゃあるんですよ。セーラームーンとかはあるのにね。うん、漫画ではちょいちょいね見るんですよ、ね、あのリメイクじゃないけど違う人が書いてたりとか。あ、北斗の拳いちご味ってのがありましたよね知ってます？知らん。あの北斗の拳を真正面からギャグとして描いたみたいな、うん、はい、だからもうほんまギャグ漫画なんですよ、ただの。おっていうのがありますよ、北斗の拳いちご味。いやー、悔やまれる。卵、なぜ俺はうずらの卵を忘れたのか。まあよくあることよ。あるあるっすかね。あるある、キャンプあるある。うわマジかみたいなさっきの話じゃないけど焚き火しようと思ったら焚き火台忘れたとか。あ、ね、よくあることよ。まあそういうことにしましょう、うん、終わったみたいなね、終わったってなりますよね。そう、集中して買い物しよりはいいけど、あれ買おうこれ買おうとか言って欲やりが入ったら、そうなんですよね、忘れるっちゃね。今日も多分俺デザートに夢中になったんですよ確かに後半デザートデザート買うとか言って言うたのに、ね、あ、肉食べてこ。俺もほんま肉が食えなくなったんすね。いや、俺も食えなかったよ。なんかね、魚うめえなと思う。魚鳥とか ね魚と鳥、うん、まあ、豚はなんとかいけるんですよね。牛は無理だね。今度あれ行きます？なんかあの炭持ってきて魚の塩焼きじゃないけど、そういうのとかやってみます？ブリカマが食べたいよね。あ、いいっすね。なかなか売ってないけどね。ね、もう時間が早いですよね。もうとにかくくべてくべてみたいな。あ、八宝菜です。食います？中華鍋を作ったんでね、あのこれあのメーカーと提携して、はい、これ、はい、一緒に売り物。もうちょっとしたら売るんですけどね、5月の中旬ぐらいに。多分5000円ぐらいだと思うんですけど、はい、取っ手が外れるんでいいですよ、これ深いし、はい、ティファール的なティファール的なやつですねやっぱりみんなそっちの発想になるティファール発想になるんだよ。マジっすか、うん、じゃあ買えますよ、それ。あ、マジっすか、ありがとうございます。ただ片栗粉が全く足りなかったっす。片栗粉冷蔵庫入ってないだろうね。片栗粉はさすがにないだろうね仮にさ、片栗粉なんてものはないっすよね、きっと。片栗粉ないっすよねあるわけがないあるわけがないね。八宝菜作るのに片栗粉はないわ、うずらの卵はないわ。片栗粉ね、 あと椎茸もなかったっす。いや、俺ね、なんかこのスパイスとかいっぱい持ってきてるじゃないですか、スパイスボックスで、うんうん、だからあることに安心して量とか見てなかったりするんですよね。あるよそれ、うん、それ俺もある、あるはずだと思い込んでるから、うん、賞味期限切れちゃったりね。あ、そう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 まあこれはまたリベンジするって考えた方がいいかな八宝菜、八宝菜ね、うん、ちゃんと片栗粉持ってきて、そう食べちゃいますか。食べちゃう、あれ出そうか。はい、従来大なんかシェラカップでもあればつきます。シェラカップが使い切ったね。いや、いい匂いする。匂いはいい感じですよね。
赤うまい。うまいよ。あ、うん。ね。つまみになる味ですね。あ、確かに。次回は天ぷら行きましょう。天ぷら。うん、天ぷら行こう。中華鍋で天ぷら。うん、何でもできるのやってみたいよね。うん。あ、悔やまれる。八宝菜じゃなくて四宝菜ぐらいですね。確かにね。うん。ここで焚き火ですよ。焚き火しようか。はい。寒いよね。寒い。行きましょうか。行く？あの下にね、茶風あるの見えます？あ、あるある。あのスルメイカ？スルメイカ。スルメイカにやったら、パツイチで火がつくはずです。お、ついたね。もう多分何も必要ないと思う。うん、何も足さない？何も引かない。おやつなんか買いましたっけ？あのウインナーぐらいしかない。スナック菓子とか買ってないですよね今日。今日ないね。忘れとった。あとあの何ミルフィなんだっけミルクレープ。ミルクレープ。おっさん二人でクレープ食いましょう。いいね。やっぱこうやって焚き火しちゃうと黙るよ、うん、黙ります ね。めっちゃ熱くなってるこれ。じゃあそこそばに置いてるけど、ちょっと僕はもう我慢できない状態なんでこれ食べますよ。もう食うんじゃん。ミルクレープ、あ、食わないですか。いや食べよう。もうちょい待ちます。あ、もうちょい待ちます。いや食べよう。今日はあのデザートの僕らケーキ買ってきましたから。もう食べる。デザートのケーキ歯食うんちゅうけん。酒やめたみたいなこと言うんやん。いや今日はねもう酒はこれぐらいにして、今コーヒー沸かしてますから。明日は多分普通に飲むんですけどね。明日は戻るよね。戻ります。今日は曜日で、今日休館日ですから。今日どこが休館日。なんじゃその意味不明。3本しか飲んでない。もう意味不なんだけどって言わねえ。今日はあと天体観測して、うん、ほんでまあ車の中入ってまた映画見てみたいな感じになるでしょうからね。多分ね。うん。来るっていうホラー映画をねダウンロードしてきました。何？来る。来る。外国の？いや日本映画なんですけど、なんか評価高いんですよね。見たことないから見てみようと思って。めちゃめちゃ夜寝られになっちゃうんだろ。いやでもねキャンプ場とかでこの怖い話とか最高なんですよ。うん、まあね。要素がすごいじゃないですか。キャンプ場で一人でとか。あれ、まあ、キャンプ場のホラー映画とかあったよね確か。あの人の畑とかって貸し出すんですか。いやいや、なんもないしな。一応なんか場所作ってるだけってことですか。場所も作ってない、ただ畑にしようって思ってけど。ああ。カノチ畑を作ってあそこでなんか。いやいや、野菜を作って。枝豆でも。枝豆。でも枝豆作っといてなんか。ここで食うっていうのうまいよね。そうそう、あのやっぱ取れたてってめっちゃうまいじゃないですか。うん、だからそれを売るっていうのもありですよね。まあね。しかもあの自分で収穫できるようになんかオプションかなんかつける。確かにね、収穫して自分で収穫するのがいいよね。ね、あれ面白いよね。まああんまりやったことがある人はおらんと思うけど。でも一人500円ぐらいでやったら、ね、結構いいあれになるんじゃないですか。これでもヘキサタープのあの横側やっぱ上げとったら出入りしやすいからいいですね。まあまあね。4箇所から出入りできるから。うん、ミルフィーユとコーヒーでございます。早いよ、もう寝る前かみたいな感じ。もう7時半ですけどね。まだじゃない、もうじゃなくてまだ。そうですね、まだ7時半だけど、うん、もう何デザート。はい、早いよ。昨日飲みすぎてしまって。飲みすぎたの。そう、あなたのせいよって。ああ、じゃあいただきますよ。これどうぞ。うん、ミーも後で食べるよ。ミーも。ミーも後で。うん。非常に甘さ控えめな感じです。それ？はい。あの寒さどこ行ったっていうぐらい暑いんだけど。暖かいですね。ね。というか寒さ対策には焚き火が一番有効。これは一番だね。やっぱりこの温度ね、かなわんよ。なんぼストーブ焚いても。そうですね。うん。さすが数万年前からこれでやってるだけありますね。まあね。あ、ケーキうま。ケーキうまって。もっと買ってくればよかったね。ね。
次回からケーキありだな。もうそっちメインでやりたいよね、なんかお茶会だね。スイーツ、スイーツ祭り俺好きなんだけどな、スイーツとか。俺も好きっす。望遠鏡やるべ。ちょっと待ってくださいね。あ、これか、はいはい、はい、これ押して本体の電源を入れます。はい。そしたら今度はこっち、今度アプリですか。うん、このユニステラの何が今見えるんだろう。まだ明るくて捉えられんのかな。よし、だいたいええかな。これでいこう。これで今自分がどこの位置だけ電波で、あの GPS とか全部で星の位置を見て今どこにおりますっていうのを、うん、これで自分で探してくれるから、この望遠鏡詳しくなくてもできるよね。普通の望遠鏡だと、うん、まあ、いわゆる緯度経度みたいな、じゃあ極軸を合わせるんだけどね、うん、北極星に向けて合わせて、はいはいはい、基準を作らないといけないんですよね。そう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 。だけどこれに関してはアプリで全部やってくる。もうその辺にある星をめがけて、うん、フィールドを検知してると自分がどこにいますっていうのが分かるから、うん、あのこれほど楽なものはないよね。なるほど。あ、こっちのモニターで見にくいかな。これちょっと時間かかるよ、ちょっと、うん、しばしお待ちよっていう、まあしばらくかかるので、うん、もう何億年ですね。うん。このぐらいだと多少見えるんじゃないですか。今、渦巻き銀河が。渦巻いてる銀河見えるでしょ。うん、そう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 。あれ銀河系ですね、銀河。M51 っていうやつ。やっぱこのモニターでは見にくいね。ね。まあ3700万光年向こうだけ。もっとなんか近くで見れるような派手なやつないんですか。派手、ちょっと待ってよ。見てる人が、ああ多分これだと伝わんないですね。星雲それはいいでしょうか。ああ無理か。派手なやつはちょっと難しいかもしれんな。うーん、今派手なっていうとあんま出てないけね。これ本当に天体を観測するなら冬よ、冬。うーん、銀河。星雲は無理なんですよね。星雲はまあ派手な星雲はないね、今。大変申し訳ありませんが無理でございますっていう。だけど今この子供らが来てもなかなかこの見せる星がないよね。炭やら灰やらかき集めて燃やすっていう。焚き火もこの温度がちょうど半分ぐらいだったらちょうどいいんですね。まあね、そういうやつないんですかね、そういう焚き火。難しいね、それ。なんかそこまで温度上がんない焚き火みたいな。ああ、この季節でこの寒さはないで、ね、去年はもっと暑かったような気がするけど。いや、ほんまそうですよ。だって焚き火なんかしてないもう暑くてもう無理無理みたいな感じだったんですね。去年とかもうコロナとかあったからよく覚えてないですよね。ね、そうなんよね。自粛したからね。でもそこそこだったら背中も寒くないよね、なんでか知らんけど。いや、 やっぱ足が暖かいからね。暖かいからでしょ。うん、結局寒い時ってあの下半身寒かったら何やっても寒いですからね。まあ、ね、上は着るけど下はなかなかね。うん、でも実は下の方が大事なんですよ。どう